この言葉は何と読むのでしょうか。日常会話くらいの言葉は読み書きできますが、専門的な言葉となるとまだまだです。しかしここで諦めるわけにはいきません。故郷のためにも新しい文化を吸収して帰りたい。ここは我が国にはない魅力にあふれています。読めないのであれば、まず書くことから。縦の棒がこうこうこうで、にゃー、細かすぎます。失敗です。そんなことないです。心のこもった素敵な字です。僕も一緒に勉強してもいいですか。何か役に立てることがあるかもしれません。夏希はすでに課題を終えているはずです。私のために付き合ってくれるというのですか。ありがとう。持つべきものは友です。今日はあの子に会えてとても幸せでした。お土産にとくれた金木犀の花、ああ、なんと良い香りでしょう。この花のお礼に森の中を案内しましょう。美しい花が咲く場所に連れて行って、今度は私が彼女に花を摘んであげるのです。そろそろ寝る時間だよセシル。部屋に戻って。それと抜け駆けは禁止だからね。僕たちは生活を共にする仲間なんだからそうですね。ではみんなで行きましょう。きっとその方が何倍も楽しいです。残り少ない時間をみんなと過ごしたい。未来を憂うよりこの瞬間を大切にしたい。美しき景色を記憶に刻んで忘れぬように。月を見ると遠くにある故郷を思い出して寂しさが募る日もありましたが、今は違います。ここは私にとって第二の故郷です。言葉も文化も違う土地で奮闘する姿にお兄さんは胸を打たれるよ。僕も見習ってもっと真面目にならないとなって。一人じゃないと教え支えてくれたのは共に暮らすみんなです。私一人ではくじけていたでしょう。本当にこの出会いは奇跡だね。生まれも育ちも全然違う人が集められて切磋琢磨してかけがえのない仲間になっていく。素晴らしい出会いと美しい月夜を祝して、この笛で故郷の音楽を奏でましょう。心からの愛を込めて。